はい、皆さんこんにちは。先週の動画をご覧になりましたか？彼女のいくみちゃんと一緒にイタリア旅行は女性にとって安全ですかというテーマについて話しましたが、今週も引き続き英語まで直接で出会ったあの女性の方の声を読んでみたいと思います。かなりボリューム満点のエピソードになりそうなので、早速始めましょう。はい、最初は美味しいものを求めてイタリアのいろんな町に旅行したユーキーさんです。まずイタリア旅行は女性一人難しい？チハンは私の答えは難しくありません。スギとチハン対策はローマでは特に注意してましたが、夜でも大丈夫でした。ただローマは酔っ払いが多いので気をつけてねと友人に言われました。実際電車でトチションしている酔っ払いに遭遇して、がっかりしました。スギなどにはどのように気をつけたかは、スーツケースなどの荷物に気を取られる移動時間には荒巻きバッグにパスポートやお金などを入れて、小さな財布に10ユーロぐらい入れて移動してました。あとは物恋や変に近づいてきたり声かけてきた人については、基本無視かしつこければノーと言えば諦めてました。ちなみに私の今回の荷物構成は、中継のスーツケース1つ、大きめのリュックサック1つ。ヨーロッパは石畳であったりエレベーターがなかったりするので、自力で荷物を持ち運べるように分散させます。街歩き用にはショルダーバッグと小さな畳めるリュックサックを持ってきました。リュックサックは買い物したものやペットボトル、上着などを入れられるので、便利です。貴重品は入れません。あとは列車移動ですが、乗り継ぎがある場合は全てスムーズではなかったので、臨近方辺に代表することがスムーズに済ます方法ですね。今はネットで列車の地変状況も確認できるので、便利です。ただやはり一人じゃない方がいいと思ったのは食事ですね。美味しいワインも食事と一緒に飲みたいけど、一人でボトルは開けられないし、いろいろ食べたいけどすぐお腹いっぱいになっちゃうし、一人でアペリティブしても少し寂しい。イタリア語や英語で店員さんと楽しく会話できるならまだ違うかもしれませんが、それでもどこのお店でも美味しかったので満足ですが、時々友人と食事したので、やっぱり食事は誰かと美味しいねって言いながらするのが幸せなことだと、再確認しました。確かに私もゆうきさんと一緒にご飯させていただきましたが、この文章を読むと、グルメに対する彼女のスタンスを改めて実感しました次はお母さんと一緒に、初めてのイタリア旅行に挑戦したマイさんです。二人ともとても元気な親子だったんですけれども、早速レポートを読んでみたいと思います。ママは20代の頃、女子旅行で初めてイタリアに行きました。その頃は確かにジプシーが段ボール持ち歩きながら、近づいてきたんですけれども、今回はどこにもいませんでした。どこの国でもホームレスはいるし、特に襲ってくる人はいないので、極度の心配はいらないと思います。教会の入り口には必ずカップを流してコインを請求する人はいましたが、普通にスルーできました。怖いと言われる地下鉄ですが、朝の満員電車でもスリには会いませんでした。まあ口頭の中に斜め掛けバッグを持っていたし、両手で押さえていましたから大丈夫でした。朝からたくさん歩き、21時にはぐったり眠ってしまう毎日だったので、ナイトライフは分かりません。地下鉄は日本と違い、車内に次は何駅と用事が出ないので、駅に着くたびおたおたしていましたが、必ず近くの誰かが駅名を言ってくれて親切な人ばかりでした。市内はところどころに警察官だけではなく迷彩服の軍隊がいます。世界的にテロの危険性は年々高くなっていますが、怖いというより、まあイケメンぞろいですね怖いといえばデルミニ駅のチーカースーパーのおばさんが一番怖いです。会計は自分でバーコードを読み取り、カードを入れて支払うのですが、のごのごしていると切れます。毎日通えば何のことはない便利なシステムなんですが、一応ルールがあるようです。それを守れば怖いものなし。最後にローマは京都に似ています。古いものたちが大切に残され、それを大事に守る人たちでできている街です。初めてのヨーロッパだった娘はいきなり東京ディズニーランド、もしくはバーチャルリアリティというのが第一声でしたが、とにかく日本では味わえない特別な世界がそこにはあります。食べ物が美味しくて陽気なイケメンだらけのローマを、ぜひ自分の目で見て耳で聞いて体験してみてほしいと思います。はい、皆さん声は大事ですよ。自分の目で見て耳で聞いて体験してみてほしい。これについて後ほどもっと詳しく話したいと思いますけれども、その前に、夏希さんのレポートを読んでみたいと思います。夏希さんは3週間にわたってイタリアだけではなくイギリスとフランスにも旅行したので、かなり経験豊富の方でした。まず日本人の感覚として、女性が一人でヨーロッパ旅行に行くのは大変危険であるという認識が誰にでもあるかと思います。インターネットの情報でも
地毛がたくさん並べられていて、下釘や盗難、カードのスキミングなどの注意喚起が山ほどありました。しかし私が行く前と行った後で感じたことは、確かに危険地域もたくさんあるとは思いますが、事前に調べておき、また対策をしっかりしていけば全く問題ないということです。また歩く時間帯にはしっかりと気をつけるべきです。要は本人がぼっと歩いてて何も危険の要素していないならば、その雰囲気は確実に出ますし、スリの餌食になるでしょう。本人の自覚一つで旅は変わってくると思います。そして行ってみてから感じたことは、インターネットの情報と確実に私が見たヨーロッパは全く違うということです。有名観光スポットの周りにはスリがたむろうとしているとのことでしたが、どこにいるのかと探したほどです。確かに明らかに売りつけるつもりの人には出会いましたが、無視や相手とは違う言語で話すなどの逮捕をしました。私が気をつけたことは、大切なものは必ずウェイトポッチに入れ、フェイクのバッグを一つ持つことでした。盗まれても大きなものはフェイクのバッグに入れ、大切なものは人前で見せない。買い物をしたらすぐにホテルに戻って置きに行く。もともと早歩きなのですが、ゆっくり歩かない。携帯を触るときは必ず後ろや周りを確認してから。歩くときなども後ろにはかなり気をつけて、可愛く見えるよりも気が強く見えるような服装を心掛ける。メイクは濃く。街に馴染む服装、都市の雰囲気を見て服装を選ぶ。夜は出かけない。お酒は入る間に飲む程度。17までを実践しましたが、運が良かったことと親切な方にたくさん助けていただいたので、何事もなく無事に帰国できました。ただ17を全て実践する必要はなかったと思います。危険と思うことはほぼなかったからです。いろいろとインターネットで情報が飛び交っていますが、全て鵜呑みにすぐのことの方が怖いことだと思います。情報にサーフされないようにして、自分なりに気をつけて、危険だと感じたら近づかないことが重要だと思います。それさえできればきっと楽しい旅になると思います。はい、いくみちゃんも先週の動画に話した通り、危険だと感じたら近づかない方が賢明です。しかしこれはイタリア旅行の対策というよりただの常識だと思いませんか。そして最後は、ミラノ、ベネツィア、フィレンツェとローマに旅行した、ユイコさんの話です。彼女と会いした時はひどい雨でかなり大変な散歩だったんですけれども、その代わりにお話をたくさん聞くことができて、勉強になりました。治安について個人的な感想は全く安全でした。ガイドブックやネットではスリや物売りが多く、かなり注意した方がいいようなことが書いてありますが、そこまで怖がる必要はないかと思います。正直他のヨーロッパの国に比べても治安はいいと思いました。もちろん暗くて人通りのない道や路地に行かない、深夜に出歩かないなどの基本的なことを守れば大丈夫だと思いました。日本でもそれは同じかと思います。人前で財布を出さないとかそういったことも書いてますが、財布を出したからといって周囲の人が見てくるとかそんなことは全くなかったです。パスポートに関しては常に持ち歩いてました。私は財布やパスポートだけ、ショルタータイプのカバンに入れて体の前に常に置いてました。カメラも持って行きましたが、それも特に何ともありませんでした。地下鉄も帰宅ラッシュの満員の時に乗りましたが、蒸気の点に注意すれば日本とほとんど変わらず安全だと思います。夜の外出ですが、私は本来一人で旅行しますが、午後の10時11時ぐらいまでそれなりに人もいるので、路地にやらない限り怖いと思ったことは一度もありませんでした。イタリアでは地下鉄とイタルに乗りましたが、チケットの購入もとても便利でした。不安な方は事前にネットで購入しておけばチケットレスですし、半身なのかなと思います。夜遅く駅からホテルに戻るときは物乞いやオムレスがたくさんいましたが、無視すれば寄ってくることもありませんでした。たまたまかもしれませんが、イタリアはみんなが思うほど治安は悪くないと思います。むしろ日本よりも快適で過ごしやすかったです。ちなみにイタリアでは観光地はほぼ英語が通じるので言葉も問題ありません。そしてみんな大変親切でした。よく日本人は親切と言われますが、私はイタリア人も同じかそれ以上に親切で優しかったことがとても印象に残っています。4都市周遊しましたが、どの都市でもいろんなイタリア人に助けてもらったり教えてもらったので、より旅行が大敵で楽しいものになりました。そんなに怖がる必要はないと思います。はい、これで一応終わりですが、ちょっとまとめてみましょう。みんなはそれぞれの旅行を経験をしたんですけれども、共通点がいくつかあると思います。まずガイドブックやインターネットに書いてあるように、イタリアは安全だとここに切ってからみんな分かりましたよね。実は YouTube での活動が始まって以来、イタリアに来る予定があるけど
情報を読めば読むほど不安ばかりでどうしたらいいのかとわからないと皆さんからお悩みの声を聞かせていただきました。そもそも旅行に出かける前に気持ちを落ち着けるために買ったガイドブックは逆に不安の原因になるのはおかしいだと思いませんか？どういうつもりでこの大げさな情報が書かれているのかわからないし、ここで詳しく話すつもりはないんですけれども、今回読んだのは実際イタリア旅行を経験した女性の声でした。どっちが一番信用できるのか皆さんにお任せします。しかしありきたりなセリフに聞こえるかもしれませんが、人生は一つだけですよ。イタリアに来る前に悪いことより楽しいことだけを考えてみてはいかがでしょうか。私もこれからイタリアをもっと旅行しやすい国にしたいので、とりあえずイタリア行きたいの LINE アカウントを作りました。男女関係なくイタリア旅行に関する悩みがあればぜひ一緒に解決しましょう。もちろんローマで特別な一日を過ごしたい方、イタリア行きたいのホームページに載っている散歩コースをご覧ください。そして先日 YouTube で外国人向けの日本語の講座をなされているあゆ先生と一緒にインタビューさせていただきました。どうやって私が日本語を勉強したのか、モチベーションの高く保ったのか、いろいろ話しさせていただきましたので、ご興味のある方ぜひぜひご覧ください。そしてイタリアに関する情報をもっと欲しい方、イタリア行きたいのインスタのページをフォローください。毎日イタリアから素敵な写真とストーリーを投稿しますので、ぜひぜひ。それではまた来週お会いしましょう。アリベデルチ。